こんにちは。池袋暴走事故の飯塚幸三被告に、まあ、禁錮5年というね、判決が出ました。まあ実刑になりますね。あとはこれを不服としてですね、2週間以内に控訴なり上告なりっていう手続きがありますんで、まあ、裁判のね、まあ、やり直しといいますか、それ当然の権利がありますんでね、もう一回、高裁で裁いてくれということで行くことはできると思います。まあそうすると被害者の方も裁判にまたね数年間付き合わされたりとか、最大で10年前後裁判を続けなくてはならないということで、なかなか前に進むことができないというね、遺族の気持ち、自分の大切な奥さんや子供さんを失った上に、その裁判にまだねエネルギーを割いて費用を割かなければならない、この悲しみ、だからそういうところもありますし、ただね飯塚幸三さんの立場を考えて言えば、殺意ある殺人ではないんですよね。交通事故ですから計画性もないし偶発的なんですよ。そこに対していろいろと自分の事情を申し述べる権利を使ってるだけなんで、感情的にはね飯塚幸三とんでもないやつだ、刑務所に行けみたいになるんですけども、ルールのある法廷という場で考えた時に飯塚幸三さんの権利も最大限守らなくてはならない、そしてお亡くなりになった方にも報いなければならないということで、2つの事件に関与してない裁判官もしくはそれに関する法曹界の人が扱っていくわけですから、なかなか難しいところがありますよね。まあどう判決を出しても後味の悪いことには間違いないですし、どう重い罪にしたところでもう失われた命は帰りませんから、そこについてはね、本当に私たちがどうこう言える立場ではないかなと思いますが、ただ世論と言いますかね、とんでもないことが起きたみたいな世論がこういった事件を浮き彫りにして、そしてねいい言葉を使えば再発防止、悪いこと言えばとにかく罪を犯したやつは二度と社会に出すなみたいなね、徹底的な制裁をしろみたいな、正義の影に隠れた暴力がそこに控えてるのかなと思いますね。実際にこの飯塚幸三さんのですねお身内の方って、この事件が起きて数ヶ月後に自らお亡くなりになってる方もいるんですよね。いろいろと板挟みだったりしたんでしょうね。で飯塚幸三さんの息子さんは本当気に病んじゃってね、なんかこうそれこそ裁かれた方が楽なんじゃないかなっていうね、そんな思いにも駆られちゃったりするわけですよ。でことを難しくしてるのは飯塚幸三さんがご高齢なんですよね。でご高齢で、どういうふうに難しいかというと、一つはですね無罪を主張しているわけじゃないですか。そのためにいろいろと、弁護士さんと打ち合わせをしたりね、段取り引いてると思うんですよ。そうすると何が起きるかっていうと、毎日自分が無罪だという主張をしようと考えてるわけですから、本当に自分は無罪なんだって思い込むようになるんですよね。毎日毎日自分が話したこと考えたことはいつの間にかそれが実際にあったことのように記憶に刷り込まれるんですよ。ですんで私が想像するに、車に不具合があったというふうなね主張をずっとされてましたよね。でもメーカーが来て不具合ないですよと、裁判官もちょっとねちゃんと反省するつもりがあるんだったらそんなこと言わずにもう遺族に謝りなさいよみたいなこと言ったわけですよ。それにつけてその判決が出たことについて、被告の方はね、あれちゃんと自分の気持ちが伝えられてないから裁判長誤解しちゃったよ、世の中の人分かってくれてないよ、メーカーの人もちょっとなんか自分を有罪にしようと思って陥れてんじゃないのみたいなね、そんな感覚にもなりかねないらしいんですよ。もちろんこれ飯塚幸三さん本人が本当にそういうふうに思ってるかどうかっていうのは分かりませんよ。ただないことでも言い張ることのによってあったかのように本人すら錯覚してしまうことがあるんですよ。ですんでね、人の記憶っていうのはすごく曖昧で、昔のトラウマを持ち出したら本当にねその性格が続いちゃうんですよ。でも過去を持ち出すんじゃなくて、将来こうなるはずだっていうふうに自分にずっと言い聞かせてる人、もしくはああなりたいこうなりたいって言ってる人っていうのはそっちに近づいていくんですよね。だから金持ちになりたいなと思っていたらね、本当に金持ちになるんですよ。でもどうせ自分には無理だろうと思うと、そのどうせ無理が実現しちゃうんですよ。
これは思考が現実化するっていうね、ちょっと前のテーマをまた掘り起こすことになっちゃいますけども、実際に自分は無罪のはずだって思ってると、どんなね悪いことをした人でも、どんなに故意に犯した犯罪でも、あれは仕方がなかったんだと、考慮されるべきだっていうふうに考えが変わっていっちゃうんですよ。で、逆にですね、無罪の人が冤罪で捕まったところで毎日取り調べを受けてると、あれ本当は俺は刑事さんが言うようにやったんじゃないかなというふうに錯覚するんですよ。だから冤罪が生まれるんですよね。だからね、人間の記憶ってすごく曖昧で、見てるもの、聞いてるもの、考えてるもので、なかったことがあるようになって、あったことがなかったようになっちゃうんですよ。いやー怖いですね。だからどうせならね、ビジネスで勝負しようと思うんだったら、これは成功するはずだみたいなおかしなことを考える必要はないんですよ。そうじゃなくって、自分には乗り換えられるんじゃないかなとかね、ポジティブなことを考えたらそれが現実化するんじゃないかなっていうふうに思い続けて、それを既成事実化するために日々コツコツと積み上げることっていうのはできると思うんですよね。でも多くの方は、いやなかなか難しいよね、自分で稼ぐってさ、その一部の人しかできないんじゃないのっていうふうに思い込んじゃって、それが現実となってるわけなんですよ。非常にもったいないことだと思います。私が思うのは、ビジネスで一山当てるなんて所詮一部の人しかできないんですよ。だからその一部の人になろうとして起業したんじゃないですか。だから起業してビジネスの成功者のその一部の人になりましょうっていうルートなんですよね。そもそもそうじゃないですか。100人が100人できてることならみんな取り組みますよ。100人が100人できないから、そこにリスクが生じて、リスクヘッジするためにあらゆる労力を惜しまない、勉強を惜しまない、チャレンジを惜しまないっていう風な形になっていくと思うんですよね。だからね、もうちんぷんかんぷんなわけですよね。の考え方が起業家になってない人と話さないといけないんで。ただそうは言っても、対話を繰り返して繰り返して繰り返していくと、最初はそういった、まあ、雇われマインドの人でもね、だんだん、あ、そうかもしれないなっていう風にサラリーマンマインドから起業家マインドにすり替わっていくんですよ。だからこの億万長者合宿を繰り返している私は吉田さんだけが洗練されていってですね、資産を増やし続けていくわけですよ。で、逆にこの億万長者合宿をたまにしか見ない人、または全く見ない人っていうのは、ビジネスセンスを他でつけてるんだったらいいですけども、おそらく他ではつけてませんね。よくね、会社勤め10年20年30年そういう経験のことを誇る人がいますけども、それはその会社の中では通用するでしょう、ね、でもその会社を出たら、その会社の中でしか通用しない常識や経験は全く役に立たないんですよ。だから社会に出るのが怖い、起業してもなかなかうまくいかない、そういった形ができちゃいます。ですんでね、ある特定の会社の内部で成功すること、通用することを一生懸命やることが勉強でも何でもないです。違うんですよ、会社を出てうまくいくためのスキルを積み上げることが勉強であり、体験であり、学習であり、チャレンジなんですよね。それをやってますかってことなんですよ。残念ながらお勤めされている方はそれができてないと思いますよ、ね、よく言う例なんですけども、一つ出しましょうか。学校の先生です。学校の先生は基本的に企業勤めしたことがない方ばかりです。なのに生徒には会社ってのはねっていうふうな話しますよね。税金のこともほとんどわからない人が、いやこの国には税金っていうのがあってねって話を小中学生にするわけですよ、ね、仕事は大変なんだ、お金を稼ぐのは大変なんだぞって先生がいますけども、お前はそもそもそういう体験したのかみたいなね。もちろん公務員さんとして大変な思いをされてますけども、一般企業の企業選手とはわけが違うのは、企業は赤字ならクビになるか会社が潰れるんですよ。でも生産性を求められない学校現場というところでは、何かのね、生徒さんが何かね、成果を上げたっていう結果に基づいて給料が決まるわけじゃなくて、あくまでも学校の教育現場としての教師向けのカリキュラムをどのぐらいこなしたか、どのぐらい問題がなかったかによって後の給料とかコースっていうのが決まっていくわけですよね。だからいじめがあるというふうなね、そんな事実が学校に発覚すると全員の評価が落ちるんで、みんなで揉み消すんですよ。それこそ子供さんが自殺をされても、それはいじめが原因ではなくて、自殺をしたのは学校の外の話だから、家庭に問題があったんじゃないですか、地域でみんなで見ていかなきゃいけないですねっていう形にして、学校が責任を積極的に取ったり、学校が原因を究明したりすることはないんですよね。
で、それは教育委員会もグルです。教育委員会が自分が統括する学校で問題が起きれば、教育委員会の管理不足ってことになります。管理怠慢ってことになりますんで、お取り潰しになっちゃいます、ね、そして一番現場を知らない文部科学省は、そういった教育委員会なり学校なりを、教員なりを処分するだけの立場ですから、まあ、ですんでね、現場が分かってない人が現場の人をしっかりと監視する、そこに、まあ、怯えてですね、報告しないっていう、揉み消すっていう文化ができちゃうのかなと思いますね。だから上手に揉み消せる人が出世する、そんな形が、そのまあなんて言いますかね、教育現場にはあるってことですよね。現在北海道旭川でも随分長い間問題になってる広瀬彩さんのね、広瀬さあやちゃんの例がありますけども、2年前にお亡くなりになったことを未だにね、教育委員会、学校、明らかにしてないんですよ。姑息ですよね。汚いですよね。そして、この事件がなぜね、風化せずに未だに盛り上がっているか、そして地上波で放送して話題になるまでに来たか、それは YouTuber がずっと知らせ続けてきたからなんですよ。現地取材をして、これは風化させちゃならないということで、YouTube というメディアが多くの少年少女大人たちに訴えかけた結果、今やっと2年前の事件を本腰入れて掘り起こそうとしているという現実があります。でも学校の担当者は当時のことを正直に話してくれますかね。ちょっと記憶が曖昧なんですがみたいなこと言わないですかね。全てを知っている教頭、校長、教育委員会、ね、この人たちは第三者委員会が結果を出すまで何も言うことありませんって言いますけども、第三者委員会は何も知らない人たちです。しかもほとんど活動してないというね、とんでもないことですね。ということで、責任逃れの大人たち、そういう人たちを見て子供たちも最初は自分で自分のことはやらないとなと思うけども、あ、責任逃れると一番おいしいじゃんみたいなことに気づき始めたんじゃないかなと思うんですよね。まだまだ言いたいことがありますけども、今日はこのぐらいにしておきましょうか。時事問題を絡めての放送になりました。では、いってらっしゃい。